はい、今回は山本常二の現在、あるいはですね、植木悦子との関係、あと、独立に関してまあ言われていることとか、そういった内容についてですね、気になるところを調べてお伝えしていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。 まあ、山本ジョージと言えばですね、まあ、とても有名な方、まあ、あの、演歌の方なんで、演歌歌手という方なんで、まあ、注目されている方も多くいらっしゃると思うんですが、まあ、現在どうしているのかっていう話であったり、まあ、結婚した奥さんですね、植木悦子っていう方のことであったり、この方が独立した際の話が様々いろんなことが言われているんで、まあ、そういったところに注目していきたいと思います。まずですね、山本ジョージと北島三郎の関係なんですが、 山本常時と言えば、北島ファミリーということで有名、北島三郎の一番弟子と言っても過言ではない、まあ、そういった方なんですね。で山本常時っていうのは今でこそ有名な演歌歌手として活動されておりますが、もともとはね、有名ではなく、その時に北島三郎の付き人をして、そこから弟子になって有名になっていたと、まあ、そういったストーリーが有名であると、まあ、そういった山本常時です。で ここからちょっとあのいろいろ考えていこうと思うんですが、まずです、ね、この山本譲二の、まあ、結婚した奥さんあ、嫁、妻がですね、まあ、植木悦子っていう、えーまあ、元女優の方なんですね、でこちらについて、えーまあ、ちょっとだけ考えていこうと思うんですが。 山本譲二が結婚した女性は上樹悦子という元女優の方でですねこの頃はまだ山本譲二は演歌歌手として売れていない時期だったんですがその頃から、まあ、お付き合いして、えーまあ、同棲して、えーまあ、結婚されたと、まあ、あの仲良し夫婦で、まあ、いい話かなと思うんですが、まあ、その後にですね、えーまあ、山本譲二が3回浮気がバレて、えー、離婚するんじゃないかという話になったこともあるんですが、えー、なんとかその後関係を修復したみたいなんで今はあ仲良し 仲良しの夫婦、あるいは子供仲良し家族で過ごされているということで、まあ、山本常ョって3回も浮気してるってね、まあ、皆さんも思うと思いますが、浮気っていうのは良くないですね、まあ、僕はもちろん浮気とか反対派なんで、えーまあ、そうなんですけど、まあ、そんなこと、まあ言われていると。でこ,こからなんですが 山本譲二、まあね、があーその北島三郎あるいは北島ファミリーから、まあ、独立したっていう話が、まあ、有名なんですがそちらの件についてここから考えていきたいと思います。 道のく一人旅っていうまあ歌でえ山本ジョージって有名になって、その後ですね、独立されて、一人でえされているっていうことなんですが、山本ジョージが独立したことはですね、この北島ファミリー、あるいは北島三郎のところを破門されたんじゃないかっていう、そういう噂があるんですよ。だから、まあ、仲たがいして辞めたとかっていうんですが、全くの嘘なんですね。これ嘘だっていうことは、この後の流れからわかるんですよ。そちらを考えていこうと思うんですが、 あの正しく言うと北島三郎が山本譲二に、まあ、独立することをまあ許した、まあまあ、言うなれば乗れ分けみたいな感じですかね自分のところにいないで、まあ、一人で、まあ、独立して頑張れよみたいなそういった感じ、えー、っていうことだと思うんですよ。なんでそういうういこととが言えるのかっていうとね だから、このなんていうんですかね破門されたっていうことではないとかっていうことなんですが、山本譲二が独立した後も、北島三郎の音楽事務所と業務提携してるんですよ、良好な関係であるっていうことが分かってるんでね。もしもしですよ えー、その山本譲二が破門とか、その不義理をした場合は、ね、え独立してし独立した後に北島音楽事務所と業務提携しないじゃないですか、でこういったところからその噂の真相を考えていくと、えー、まあ、良好な関係で独立したと考えられると。ただ まあこの独立の噂が、独立に関して悪い噂が出るっていうのは山本譲二が北島三郎のところまあ弟子をしてたときにまあ結構売れたことによってえまあ演歌歌手として注目されたことによって調子に乗ってや北島三郎に山本譲二はあの注意されたことがあるんですねそう,いったそういった態度であれば給料を払わないぞって、そういったことを言われたことがあるんでそういった話が一人歩きして実は仲が悪いんじゃないかとかね、破門されたんじゃないかとか不義理とかそういうこと。 とこまあここら辺がね、えー、よく気になるところなんで、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、えー、確認、えー、させていただきましたあとですねこの山本成二の現在について、えー、大きく関係してあるのが山本成二の病気っていう話なんですよこの方病気になってるんで、えー、病名が難しいんですがあ顔面神経良性、えー、腫瘍っていうもの何かっていうと耳の奥の神経に腫瘍ができて耳が聞こえなくな,なってしまうっていうことなん んで,すよで、えー、この。 顔面神経良性腫瘍っていうのは手術することができるっていうことなんですが山本譲二は歌手ですのでもしも手術をすると歌手活動ができなくなってしまうっていうそういった状況だったみたいなんでえ考えた結果山本譲二は手術をしないって道を選んだんですねその結果山本譲二は右の耳が聞こえなくなってしまったとで左の耳だけでえまあ聞こうとするんで左の耳に負担がかかるんで左の耳も聞こえづらくなる、えー ということです。だからこの山本譲二の病気とかって言われるんですが、まあ、その病気手術をしなかったことからの後遺症で耳,耳が聞こえにくくなったそういったことが分かっておりますこういった流れがありまして山本譲二の現在現在は何してるのかっていうそういった話なんですが。 山本ジョージはあー右耳が今聞こえないっていうことで左の耳だけしか聞こえないっていうことなんですが、えー、まあ、そういった状態ですけど演歌歌手として活動を頑張っていらっしゃるんですね山本ジョージっていうのはたくさんのファンの方がいらっしゃるんで、えー、演歌歌手として、えー、まあ、活動している、えー、本人も前向きに活動をしている、えー、そのようなことが分かっておりますあとですね、えーまあ、演歌歌手として活動しているんですがそれ以外にも、まあ、ラジオとか情報番組とかにも出演してまあ、芸能活動も、えー されて,るっているとうことで,で先ほどあのーまああののま <coughs> 植木悦子っていう、まあ、結婚した奥さんにね、えー、浮気したことがあ,のあ,あってバレて3回ということがありましたがその後ですね仲直り、えー、してるっていうことなんで今はあの山本譲二っジいう子供もいるんですけど娘かな娘もいるんですけれども嫁娘と仲良し家族でまあ、過ごしてるっていうことで,で山本譲二、えー、がですねまあ、これからも演歌歌手としてあるいは芸能活動を、まあ、うまくい、えー、くことを、まあ、願い ということで、えー、今回は山本常治の現在あるいはですね、えー、妻である植木栄子との関係独立の噂そういったものについて調べてお伝えしてみました何かしらご参考になっていただける点があれば何よりですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします